皆さん、こんにちは。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。明るいキャラクターで、バラエティ番組の司会やコメンテーターとして活躍中のタレント、山瀬まみさん。今回は、山瀬まみさんの私生活などを中心に調べてみました。まず、本題に入る前に、山瀬まみさんのプロフィールを見ていきましょう。山瀬まみさんは、本名を中上まみ子といい、1969年10月2日生まれ、神奈川県平塚市の出身です。1985年、第10回ホリプロタレントスカウトキャラバングランプリを受賞して歌手デビューを果たし、アイドルとして活動していたことがあります。幼少期からアイドルを志し、中学生の頃にはすでに頻繁に路上でスカウトマンから声をかけられるようになっていたそうで、それをことごとく断ることで有名な少女だったといいます。タレント、司会者として様々なテレビ番組で活躍する山瀬まみさん。すでに卒業しましたが、新婚さんいらっしゃい。での MC は、20年以上続けていた代表的な仕事の一つでした。明るい笑顔と高いトークスキルを生かし、様々なバラエティ番組に出演してきた山瀬まみさん。2021年近辺より、テレビの出演本数が減っているものの、年収はかなり高いらしいと噂されているようです。本人が詳しい情報を明かしたことはありませんが、ネット上では2000万円以上という説があります。その噂が囁かれた2021年当時の山瀬まみさんがレギュラー出演していた番組は、新婚さんいらっしゃい。だけになっていました。天才、志村動物園、名医のザ太鼓判、などにも出演していましたが、2020年に番組が終了しています。サブ MC を務めていた火曜サプライズも2021年3月に終了しました。それでも年収が高いとされている理由は、新婚さんいらっしゃいだけでかなりの額を稼いでいるからという説があったからです。ギャラに関する確かな情報はないので、真実はわかりませんが、1500万円以上もらっていると予想する人もいたようです。新婚さんいらっしゃいは、1997年からずっと続いている長寿番組です。本当に1500万円かどうかはわかりませんが、長く MC を務めている山瀬まみさんなら、確かにギャラは高そうです。テレビ番組の他にも、ラジオや CM 出演など、幅広く仕事をこなしている山瀬まみさん。1500万円にそれらすべての収入を合わせれば、2000万円以上になるのかもしれません。山瀬まみさんの実力なら、これから新たなレギュラーが増える可能性も高いので、年収はより増えていくのではないでしょうか。山瀬まみさんの旦那さんは俳優の中上雅美さんです。ウルトラマンガイアの隊員役を務めたこともあるイケメン俳優ですが、現在は主に舞台で活躍しており、テレビにはあまり出ていません。ネット上では、主婦としても頑張っているらしいという噂があります。そのため、山瀬まみの年収は夫よりずっと高いという説も出ているようです。中上さんが家事を一手に引き受け、山瀬さんが仕事に集中することで、夫婦の生活費を多めに確保しているのかもしれません。当然のことながら、山瀬まみさんは自宅の場所を公表していないようで、2023年現在、どこに住んでいるかはわかりません。ですが、実家の場所については、神奈川県平塚市らしいという噂があります。山瀬まみさんの父親は転勤が多かったため、同じ場所に長く住むことはあまりなかったようです。埼玉や福島、長野など、様々な場所を訪れたようですが、最終的に落ち着いた場所が神奈川だったのだと言われています。公式プロフィールの出身地が神奈川県になっているのは、このためだと思われます。ちなみに、実家はフィフティーズという飲食店であり、両親が協力しながら経営していました。山瀬まみの実家で食事をしたいというファンは多かったと思われますが、2021年時にはすでに閉店しているようです。別の建物になっているらしいので、お店の様子は過去の写真でしか確認できないでしょう。山瀬まみさんのルーツとなるお店がなくなってしまったのは残念なことです。芸能人の実家であればそれなりに人気が出そうではありますが、お店を長く続けるというのは、なかなか難しいものなのかもしれません。実は以前、山瀬まみさんが骨折するという大怪我を負ったことがあります。
2017年9月に日本テレビ天才志村動物園の収録があった時のことです。収録前にスタジオで転倒して、なんと両足を骨折してしまったのです。コードがいっぱいあった場所を高いヒール靴で歩いていたところ、引っかかって飛んだように転倒してしまいました。しかし山瀬まみさんは痛みをこらえて1本目の収録を乗り切ったそうです。きっと周りに迷惑をかけたくなかったのでしょう。本当はもう1本撮らないといけなかったのですが、あまりの激痛に病院へ行くことになりました。医師が診断したところ、全治3ヶ月ということでした。山瀬まみさんは骨折で1ヶ月も入院を余儀なくされたのです。体調を見て復帰する予定としていました。ご本人はやっちゃいました。上半身は元気なのに下半身が一歩もついてきませんと述べていたそうです。新婚さんいらっしゃい。天才志村動物園火曜サプライズの司会者として、かつてテレビに引っ張りだこだった山瀬まみさん、以前に比べてテレビへの露出が減っているように感じる人もいることでしょう。山瀬まみさんの露出が減ったことに何か理由があるのか気になります。山瀬まみさんは現在どんなお仕事をしているのか調べてみました。世間で言われているように山瀬まみさんは引退しておらず、芸能界の仕事を続けています。以前までレギュラーとして出演していた数々の番組から立て続けに卒業降板することになり、引退説が流れてしまったようです。番組を卒業した理由については、世代交代説、山瀬まみさんのギャラ高騰説などが噂されていました。長年同じ人が司会をしていたら、いずれ交代することになっても不思議ではありません。それほど山瀬まみさんは複数の長寿番組に出演されていました。最近では旅番組やバラエティ番組に不定期ゲストとして出演されていました。またラジオ米 FM 一等の火曜パートナーを2023年の4月から担当されています。それ以外に目立った仕事はありません。やはり仕事量がかなり減っているようです。冒頭で話題にしましたが、山瀬まみさんは現在芸能の仕事量がかなり減っているので、収入も多くはないことが予想できます。しかし山瀬まみさんは長年にわたり多数の番組に出演され、レギュラーも多く抱えていたので、生活には困ってないのではないでしょうか。今まで相当稼いできたはずなので、もうたくさん働く必要もないのかもしれません。山瀬まみさんのお子さんについて調べたところ、どうやらお子さんはいないようです。もともと子供が苦手だった、望んだが授からなかったなど、いろいろ噂はあるようですが、本当の理由は分かっていません。しかし山瀬まみさんは夫の中上さんと非常に仲がいいと言われているので、夫婦二人で幸せに暮らしているのではないでしょうか。前述の通り、中上さんは家事も得意で、洗濯や掃除を担当されているそうです。家事を女性に任せず自分も一緒にやってくれるなんて、素敵な旦那さんではないでしょうか。さて山瀬まみさんには妊娠や流産が噂されていましたが、山瀬まみさんには先ほども述べた通りお子さんはいません。結婚してだいぶ経ちますが、山瀬まみさんにお子さんはいません。お子さんがいない夫婦には、子供が欲しくてもできない夫婦と意図的に作らない夫婦がいます。山瀬まみさんの場合はどちらなのでしょうか。山瀬まみさんにお子さんがいない理由はどのようなことが考えられるのでしょうか。改めて考えてみたいと思います。先ほども述べた通り、子供嫌いや多忙が原因だと言われていますが、山瀬まみさんは不妊症だったと噂されています。子供を望んでいたにもかかわらず不妊症だったというのであれば辛いことです。実は過去に不妊治療をしていたという噂まで出回っていました。山瀬まみさんはテレビ番組の中で母親願望について次のように語っています。過去はものすごくなりたかったけど、今はもう良いと話していました。子供嫌いとの噂もありましたが、完全にデマ情報で間違いないでしょう。不妊治療を受けているうちに子供が嫌いになってしまった可能性はありますが、どちらにせよ辛い経験をされたことに変わりはありません。いかがだったでしょうか。今回は山瀬まみさんについていろいろと調べてきました。旦那さんである中上正美さんは1999年に山瀬まみさんと結婚して、しばらくは俳優の仕事を行っていましたが、2000年代に入ってからは仕事のペースを落としました。山瀬まみさんはこれまでと変わらず芸能界でバリバリ活動を続ける一方で、
中上雅美さんは忽然とテレビにその姿を見せなくなったことから、世間では夫婦関係に何らかの問題が生じているのではないかとの憶測が飛び交うようになりました。憶測が憶測を呼び、ひどい時には離婚危機に陥っているのではないかとの声も上がっていたこともありました。しかし実際には夫婦関係には何ら問題はなく、中上雅美さんは俳優業よりも主婦業に力を入れ始めたというのが真実のようです。ネット上ではテレビ局の経費を削減する目的で芸能人ではなく局アナを出演させているケースが増えていると話題になっていました。山瀬まみさんの相次ぐレギュラー番組降板に所属事務所ホリプロの担当役員が日本テレビに抗議したという噂もあります。事務所的にも彼女の降板が痛かったようです。彼女は1985年に2回目の応募でホリプロに入っており、以降ドラマやバラエティ映画など大きな活躍を続けてきました。かつて山瀬まみさんは自分が長寿番組に出続けられるのは事務所のおかげだと発言したことがあります。彼女に問題があったわけではなく、テレビ局側の制作費削減が理由だとしたら、所属事務所役員がテレビ局に抗議したという噂もあながち嘘ではないのかもしれません。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。